疲れすらスーパーレスラーです。大会まで2ヶ月を切りました。福井幸せ元気国体2018に出場するために6月3日関東ブロック予選に出場いたします。そこで今現在の力を全て出し尽くせるように日々練習しております。今日もベンチプレスをやっていきますが、ベンチプレスはひたすら練習をやることが大事です。しっかり練習して強くなって6月3日暴れてやります。戦闘民族サイヤ人、俺の力を見せてやる。行くぜ。ベンチプレスは上半身だけでなく下半身もしっかり使うことで上げやすくなります。なので今から足の踏み圧を良くするエクササイズをやっていきたいと思います。まず足をですね、親指を上に持ち上げていきます。足の裏の筋肉を伸ばしていきます。約10秒から15秒行っていきましょう。終わったら下に親指を下ろしていきます。はい、今度は4本指になります。これを上に持ち上げていきましょう。4本指を下ろしていきます。そしたらこの中に指を入れていただいて、こういう状態ですね。しっかりわしづかみしていきます。ここから少しスライドをさせて筋肉をほぐしていきます。終わったら反対です。親指から持ち上げていきます。親指を下に下ろしていきます。次に4本指を持ち上げていきます。スクワットとデッドリフトにもこれは有効なので、スクワット、デッドリフトをやる前にもやっていただくと運動量が上がりやすくなると思います。マッサージスティック、こういったものがあるのであればふくらはぎなんかをね、こうやってほぐしていきましょう。怪我の予防につながります。筋膜リリースですね、関節の可動域の向上であったりとか、まあ、スッキリ感があったりとか、まあ、筋出力の向上につながるので、筋膜リリースをしっかり行ってからビッグスリーをやるといつもよりも上がりやすくなります。では次にテニスボールを使って測定のリリースをしていきます。テニスボールを踏みつぶしていきます。まずは土踏まずでしっかり押し込んでいきましょう。テニスボールであまりリリースがされないようであれば、もう少し硬いボールを選んでやっていただいてもいいと思います。土踏まずである程度押し込んだら、今度は縦の動きです。縦に動かしていきましょう。外側、真ん中、そして内側、満遍なくほぐしていきましょう。終わりましたら前の部分の横側です。真ん中、それからかかとです。終わったらもう一度満遍なく踏み込んでいきます。これも左右交互に行っていきます。これが終わった頃には足の裏が地面にくっついてる感じになってると思うので、当然スクワットの時の踏み圧がすごく良くなったりしますので、パワーリフターの方であるとか肉体改造している方にはおすすめです。当然一般の方にもこういったことをやることによって歩きやすく向上したりしますので、おすすめになります。最初の方はね、片足でしっかりやっていただいてですね、やりにくい部分もあると思うんですが、だんだん慣れてきますので、徐々にやっていきましょう。ベンチプレスをやる中で、胸椎をしっかり伸展させることによってアーチが高くなりますので、胸椎をしっかり押していきます。胸椎の伸展を作り出す種目ですね。まあ、胸椎の部分はこの辺りですので、ストレッチボールなりをここに入れてみてください。この状態から、
まあ、まずはこのまま普通にバンザイしちゃっていただいても全然構いません。まあ、膝を曲げていただいたら少しお尻を持ち上げます。そこから上を向いて1回シッてです。そこからグッと上に持ち上げていきます。直筋ではないです。そこから上に、これを繰り返していきます。お尻の位置がギリギリですね。手なんかをね、万歳してやっていただいても大丈夫です。腰に入れていただいてもいいかなと思います。しっかりほぐしていきましょう。では今からベンチプレスをやっていきます。まあ、基本的には準備体操と呼ばれているムーブメントプレパレーション、ここの部分をしっかり30分から1時間かけてやっていきます。準備体操をしっかりやらないとビッグ3がしっかり上げられなくなるので、そこに対してしっかりと準備をしていく。準備が終わったらメインであるベンチプレスをやっていく。あとはひたすらやるだけだと思うので、ここからは一生懸命ベンチプレスをやっていきたいと思います。次から60キロでやっていきます。手首が痛くない方も、痛い方は当然なんですけどね、こちらのリストラップを使っていくことをお勧めします。これは手首を痛める、まあ、そういう話だけではなく、手首をしっかり安定させる効果があるので、バーがまっすぐ上がるようになります。これをつけてしっかりやることによって軸が安定するので、ぜひやってみてください。今からサイクルスタートです。75キロからやっていきます。
疲れすら。ベンチプレス終了しました。強くなるためには練習量を増やすことが大事だなと最近は身に染めております。最近は TXP というパワーリフティングジムにも所属させていただいており、周りがめちゃめちゃ強い中とても刺激を受けております。そんな中僕も少しでも強くなろうと一生懸命やっておりまして、かなり最近は上達しております。まだパワーリフティング歴は正直浅いですが、熟練者たちに混じっても負けないようにこれからも必死に頑張っていきたいと思います。6月3日必ず勝ちます。6月3日の動画は必ず撮って、皆様にお送りしますので、ぜひそちらも楽しみにしておいてください。この動画が良かったなと思ったらグッドボタン、それからチャンネル登録よろしくお願いいたします。普通のベンチペース動画になってしまいましたが、とにかくひたすら練習やることで伸びると思いますので、一生懸命頑張りましょう。行くぞ。はめはめはー。